はい、今日釣れたワカナ、これを今日さばかないんですけど、まあ本当に内臓処理、していこうと思います。寝かせようと思います。いつも釣り場でやってる血抜きを今日ちょっと持ち帰って、なおね、今からこっちでやっていこうと思います。こういう感じで大きなボウルに水を張って、もう今回魚体がちっちゃいんでできるんでね、ちょっとねやっていこうと思います。こちらですね、ワカナ。こいつのここ背骨が通ってて、このエラ膜切ってやったら血が出るんで、これを今ね、さらに切ってやりました。で、尻尾ね、ここをね切ってやる。包丁のね、かかとでここの尻尾をカツッとやってやると、こんな感じで、まあ骨が折れるんで、骨が折れるというか骨が切れるんで、これでやってやるとさらにね、血が出るそうです。これが津本さんのシャカシャカって言われる、まあ、ちょっと究極の血抜きはね、できないんで、コースがね、させないんですよね、水道が。で、ここでしっかりぬめりとかもね、取ってあげると、釣りたてのやつはね、ぬめりがすごいと思うんで。これね、こんな感じで色が変わるそうです。ちょっともう心臓が飛び出しちゃってるんですけど、エラの色が変わります。究極の血抜きはできない分ね、かえってさらにこう血抜きをこういう形でしてあげるだけでも全然違うと思うんで、まあね、そこまでは手間をかける人は今いないと思うんですけど、はい。っていう感じで、で同様にここを包丁のかかとで切ってあげて、エラの蓋をしっかりこうガバッて開けてあげて、個人的なイメージだとエラの中を洗ってあげるような感じで、今すごい丁寧にやってるんですけど、釣り場だったらもうあんまり時間もないんで、もうジャ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 ってやるくらいですね。はい、こんな感じ。これでいつものように、エラを切って取って、で内臓も取って、でしっかりぬめり血合い取ってやってやると。はい、じゃあね、内臓処理していきます。まずエラを取ります。付け根を立つ。引っ張ったらこんな感じで取れます。釣り針もね、釣り針も摘出してあげました。でお腹からね入れて、これで洗っていく。ササラで洗います。はい、っていう感じで、あとはもう内臓にキッチンペーパー集めて水気しっかり取ってね、熟成させます。